全国統一的なダート三冠競争の設立は、現三歳世代から始まったダート改革の目玉である。先日、その初戦である羽田杯が行われたばかりだ。ただこれは、南関東を除く各地方馬にとっては、あくまで新たに開放されたチャレンジステージのようなものだ。それぞれ独自に行われる各地方競馬場の三冠競争が、価値を失ったわけではない。写真、 ブラックバトラーのこれまでの軌跡。この北斗杯は、北海道競馬三冠競争の初戦である。人気の一角に押されるであろうブラックバトラーは、蒸気ダート3冠への出走権を手に入れるため、ブルーバードシー、京浜杯へと挑戦した。残念ながらそれは叶わなかったわけだが、その2戦とも、能力を全て発揮したとは言い難い。もともとナーバスな面がある馬で、 輸送によってかなり消耗していた嫌いがある。景品杯を圧勝したサントノーレに先着したブリーダーズゴールドジュニア C。大きくで遅れながら3着まで鋭く追い込んだ JBC2 歳優秀の内容から、ポテンシャルは全国級のはず。地元の滞在競馬でそれを見直したい。ファッションくらいもブラックバトラーと同様に景品杯へ挑戦したが、こちらは休み明けの影響が大きく出たように思う。 レースを使いながらパフォーマンスを上げてきた馬だけに、叩き2戦目の今回は走りが変わってくるだろう。サンライズ C ではブラックバトラー以下を完封し、JBC2 歳優勝では地元の対象格として強敵に真っ向勝負を挑んだ馬である。こちらも遠征結果にあまりとらわれず評価したい。カプセルは距離適性を模索しながら冬場もレースを続けてきた。 久々の地元戦で比較的組みしやすい相手だった1700メートルの前走で3着に敗れたことを考えると、本質的にはマイル以下が適距離なのだろう。内回りマイルへの舞台代わりで狙い目はある。重傷勝利実績のある上の差が頭に割って入るとすれば、北山彦星かダバイエスペランサだ。前者は昨年終盤、距離を伸ばして覚醒した感のある3連勝だった。 後者は休み明けが鍵だが、昨年の重症戦線での検討を考えると、差しや死が生きる流れになれば逆転があっても不思議はない。